大川入山は、長野県下稲郡阿ち村と、平屋村にまたがる基礎山脈最南端にある標高1908メートルの山である。矢作川水系及び天竜川、水系町野川の支流の大川乳山の源流となる山である。山周街道からは大きな山陽を望むことができる。山頂部は、見晴らしが良く、御嶽山、北アルプス、中央アルプス、 八ヶ岳、稲田に、南アルプスなどの眺望が良い。また、三河方面の山並みや名古屋市をはじめとしたの帯兵や、鈴鹿山脈も望める。さらに条件因が良ければ、浜松市のアクトシティ、浜松や、遠州の田も見ることができる。山頂部の南側と、西側は、原生林が伐採され、その後生育した熊笹に覆われた笹原で、 コメツガと頭皮などが分布するアコウザン体新ュ樹林。三名の入りは谷の奥、山寄りを意味する。山域は中央アルプス国定公園の指定区域に含まれない。以前はあまり知られていない山であったが、地元自治体により笹やぶ狩りなどの登山道が整備され、東海地方からの登山者が増えている。麓のジブザカでは、リゾート開発が行われ、スキー場、 温泉施設、別荘地、観光センター、大駐車場などがある。新州百名山の一つに選定されている。大川乳山は登山対象とされている山で、1970年、頃にジブ坂と荒木高原スキー場の2方向からの登山道が開設された。ジブ坂峠のコースの方が多く利用されている。春先まで残雪があり、 登山鉄器は5から11月。山頂からは、南アルプスの上川地岳と茶臼岳との間の、両線越しに、富士山の山頂部をわずかに望むことができる。経路、ジブ坂横岳標高点1616 16メートル舟林四等三角点コル、大川入山横岳山頂には、三等三角点と、ベンチが設置されていて、新洋樹林の中で展望がない。 横岳付近から大川入山までは、あちむらと平屋村との境界の尾根に沿ったルートであり、横岳の先の標高1600メートルほどの地点には、ベンチが設置されていて、中央、アルプスや南アルプスなどの展望が優れる。中間の工程は、緩やかな登り坂で、序盤と終盤は、急な登り坂である。登山道では、岩内は、小城バカマ、鶴林道。 マイズル草などの花が見られる。経路あららぎ高原スキー場標高点1724メートル、大川乳山北方両線合流点、大川乳山尾根に沿った、登山道には、小メが頭皮、モミ、ダカンバ、七ナ窓、マ道断筒子などの植物が分布している。基礎山脈最南端に位置し、エナ山群の一方で、エナ山から南東に伸びる、両線上にある。 チャウス山から望む中央アルプス大川入山と、江那山との間にある標高1921メートルのピークは、温田大山入山と呼ばれている。以下の太平洋側へ流れる河川の源流となる山で、ある。周辺には、以下の峠がある。周辺には、以下のスキー場がある。東側の山麓に、国道153号が通る。 国道153号のジブ坂の登山道入り口には、伝装リゾートジブ坂小牧草の保養所がある。ありがとうございます。